録巻亀太郎旅日記はまた旅演歌ですね。完成が楽しみですよと、平成20年3月9日日曜日12時25分掲示板にこの書き込みが最後になろうとは、翌朝心筋梗塞で緊急入院、回復を祈るも18日その願いも虚しく永眠、長年74歳。少し早いんじゃないかい、演歌じいさん。老老の妙と演歌や花結び。亀太郎旅日記はまた旅演歌ですね。完成が楽しみですよと、平成20年3月9日日曜日12時25分掲示板へこの書き込みが最後になろうとは、翌朝心筋梗塞で緊急入院、回復を祈るも18日、その願いも虚しく永眠、享年74歳、少し早いんじゃないかい、演歌じいさん。老老の夫婦演歌や花結び。
曲待ち、亀太郎旅日記はまたたび演歌ですね。完成が楽しみですよ。と平成20年3月9日日曜日12時25分掲示板にこの書き込みが最後になろうとは。翌朝心筋梗塞で緊急入院、回復を祈るも18日その願いも虚しく永眠、享年74歳。少し早いんじゃないかい、演歌じいさん。老老の妙と演歌や花結び、墓が七年されど七年そんな付き合い長いか短いか桜の後ろの葉桜が日ごとの性に目にしみる。なぜだろう、ああなぜだろう、深さ思えば濃さを思えば、されどされどの月日だったよね。さよならなんかは言いません。スルメの味は忘れるもんか、忘れてない亀太郎旅日記はまたたび演歌ですね。完成が楽しみですよ。平成20年3月9日日曜日12時25分掲示板へこの書き込みが最後になろうと。翌朝心筋梗塞で緊急入院、回復を祈るも18日、その願いも虚しく永眠、享年74歳。少し早いんじゃないかい、演歌じいさん。老老の夫婦演歌や花結び、されど7年
そんな付き合い、長いか短いか、桜の後ろの葉桜が、日ごと無性に目にしみる、なぜだろう、ああなぜだろう、深さ思えば濃さを思えば、されどされどの月日だったよね、さよなら、なんか言いません、炭火で炙ったスルメの味は忘れるもんか、忘れない変化ですね。完成が楽しみですよ。と平成20年3月9日日曜日12時25分掲示板にこの書き込みが最後になろうとは、翌朝心筋梗塞で緊急入院、回復を祈るも18日その願いも虚しく永眠、少年74歳、少し早いんじゃないかい演歌爺さん、老老の妙と演歌や花結び、たかが七人されど七年、そんな付き合い、長いか短いか、さ桜の後ろの葉桜が、日ごと無性に目にしみる、なぜだろう、あなぜだろう、深さ思えば濃さを思えば、されどされどの月日だったよね、さようなら、なんか言いません、炙ったスー
少し早いんじゃないかい？
演歌遺産老老の御音演歌や花結び赤が七年されど長いか短いか桜の後ろの葉桜が日ごと無性に目にしみるなぜだろう、ああなぜだろう、深さ思えば濃さを思えばされどされどの月日だったよね、さよなら炭火で